1日で帯封500万円を持ち帰るまでやめれませんです。穴狙いの3連打ぶちかまして、4、よしよし当たった、完璧完璧。これは次に持ち込む。2万、2めっちゃ手応えいい。2番来るぞこれ、頭2番2させ2させよしよし、来た来た来た。はい、皆さんこんにちは。どうも、本日は川崎競馬場にやってきました。ですね、ちょっと競馬界も盛り上げていこうかなと。ちょっと最近競馬界廃れてるんで、 YouTube 界僕がぶち壊していこうと思います。で、競馬の動画を上げていくんですけれども、ただ競馬やっても面白くないんで、ちょっと企画としてこれからちょっと一本の柱となる企画を走らせていこうと思うんですが、その企画は1日で帯封100万円を持ち帰るまでやめれませんです。1日です。1日の最後の払い戻しで100万円以上持って帰るまでやめれませんっていうきちきな企画なんですが、ただぶち込んでも面白くないんで、その日の最大軍資金は10万円、10万円です。1日10万円を軍資金に100万円を持ち帰れるまでやめれませんという企画になります。どうですかこれ。いや、頑張ってください。かなりハードル高いですけど、今日はとりあえず平日なんで川崎競馬場に来たんですけれども、で、地方競馬結構その僕あんまりやらないんですけれども、重賞とかしか。ただ前回僕久々に大井競馬場行った時に、100万円ぶちかましたんで、2万5000円としての100万円っていう奇跡を起こしたんで、今回も穴狙いの3連単でぶちかましていこうと思います。はい、じゃあ頑張っていきましょう。はい、どう、初めて来たでしょ。うん、やっぱ思ったよりなんかこう混ざり合った施設だなね。何がだよ、どういうこと。なんかいろんなものが、ああいう遊び場とかね、飯屋とかね。そう、まあとりあえず頑張っていきましょう。はい、おい、オッケー。はい、じゃあここから9レースからですね、勝負していきます。とりあえず10万円なんで、一応2万5000円ずつ入れれば、まあ4レース9、10、11、12と勝負できると。ただ、まあ、2万5000円で一発帯っていうのは結構ハードルが高いんで、できる限り9、10、11のどれかで軍資金を増やして最終レースでぶちかますっていうのが一番理想の形なんですけど、まあ、それをちょっと目指して最初のうちは2万5000円ぐらいを目安に入れていこうと思います。で、まず9は今日ずっとやっぱ1枠2枠がすごい来てたんですよ。前半のレースに関してはやっぱ川崎内枠有利なんで、2番の人気薄の札幌社員、これを軸に3番の人気馬森田津騎手の3番の馬も信頼しての2等軸マッチ3連単です。相手は4、5、8、9と24点で、オッズ的にはこれ多分相当、まあ帯はいかないですけど、まあ、最低で10万ぐらいの最高で70万、なんでまあとりあえずこれで軍資金を増やすっていう、これでいきます。はい、さあ一発目、できれば好位にいてほしい札幌社員穴馬。好スタート、あー全然いきダメだ、交代した。ダメだ、最高峰じゃね、しかもすげえかかってんじゃん。もうダメだ、最高峰78、無理だ、2番終了。3、2着か、何2着か、8、3、4、2番最高峰、これガチガチやね。やっぱほんとスピード能力が問われるよ、900m って。はい、外れ、最初は外れです。はい、10列勝負レースです。これですね、 JRA の500万クラスの馬と地方の B2、B3 クラスの馬の交流戦なんですよ。で、僕の本命は6番のスペインなんですけど、何番人気ですか今。11番人気。怖い、怖い、ジャパニーズピーポーなんですよ。つまんねえ、マジで。
このスフェインは唯一このメンバーの中で500万勝ちが過去にあるんですよ。つまりこの馬は今はまあ地方に転休して結果が出てなかったんですけど、昔は1000万走ってた馬ですから、まあ、実力的な上なんですよ。前走この馬久々に船橋で2着に来てるんですけど、復活の走り、これがねあの時の実力を取り戻したということで、ここ激走あるんじゃないかということで、ここからマルチ組みました。で相手はまあ地方でこのクラスで安定して走ってる2と、上のクラスでも勝ち負けしている1、手広くいきましたと、300円ずつです。でこれほぼ全ての馬券が1000倍超えてるんで、まあ最低でも30万はいくと、最高で当然帯超えますんで、これで達成できる可能性あります。この6番はマジで熱いですね、はい、さあお願いします。多分差しだから中段、もし1取ったらもうやばいよ、興奮ものだよ。奇跡起こしてくれ、頼む。ゲートも出てくれたら超やばい、激安なんだけど。挟まれたね。まあでもいいよ、差し馬だからいいよ。できれば10番でいいより前にいてほしい。最高じゃ届かねえんだよ。うわ最高峰かよ、そりゃ届かねえって。まあでもいいや、足消耗するぐらいだったらうちでもうずっと貯めてくればいいよ。ポツンはやめてくれよ。ちょっとポツってんな。まあただ縦長じゃないからまだ平気、バグが詰まってるから。2ちょっと危なくね。スペイン来て相手抜けとか、俺マジ一番寒いからね。やばい、2が潰れたわ。1もちょっとゆったりすぎじゃないの、スペインちゃん。ほら上がってった。おい上がってきてる。スベン来い、スベン上がってこい、上がってこい。あー足んねえか。俺10番持ってんのに。誰勝った10番てか相手いねえじゃねえかよ。はい、11レースなんですけれども、ここは8頭立てと、狙うのが5番のビガーエッジ、まあ、一応このまま上のクラスで勝ちがある、上のクラスで勝ってるような馬なんで、まあ、このクラスだったら普通に走れば勝つんじゃないかということで、はい、頭固定で。であとは相手に3連単存在流します。これはちょっとショート数なんで的中しても、まあ、最高で多分30万ぐらいなんで、まあ、次に転がす形になりますね。で次は大穴狙うんで、まあ、ここが外れたとしても、まあ、まだ100万の可能性残されてっていう感じですね。はい、お願いします。頼むぞ酒井、ナイスコースタート。しかし全然いけず、もうなんかすげえ回りづらそう。よしよしよし、めちゃめちゃいい位置やないけ、完璧やないけ、それ以上ない位置取ったよ。ただビエンコビアンコは抑えてないから、それを残しちゃったらまずいんだよ。ちゃんとビエンコを潰してくれるかっていうところ、5、3ならもう激激の熱々。よしよし、プレッシャーかけて潰せ。5、3でいいぞ。5、3、1。
3がまくて5のまくり差しで5、3、1それでいいんだよ。7の手応えいいのか、潰してくれよ。いや7残るかなこれ。いや5はこれ楽勝だな。7を潰してくれれば完璧なんだけど。7を潰せ、7を潰せ、よし7を潰せ。7いらん、7いらん、1来い、1来い、1と何、待って、2はないって、2はないよ、やめてよ。あ、4、1のこれ、4、よしよし当たった、完璧完璧、よしよしよし、お前2とか言うんじゃねえよこれ。やりましたよ、完璧ですよ。え、541だよね。え、これ多分30万ぐらいいくんじゃない。よかった、2じゃなくて。よしよし、今日帯笛の可能性が残された。ちょっとまたオッズ調べんな、まだ楽しみたい。よしよし、お見事。いや、これ多分5の5、4番人気ぐらいだったと思うけどな。7を潰してくれたのがでかいわ。頼む、馬単20倍、20倍ついて3連単が万馬券。多分1、3着に来てるから20倍の万馬券で30万。お前を調べんなよ。なんだよその顔、全然言ってないパターン。お前ふざけんな、顔で表すな。まあでもどうせ目標は帯だからさ、次にぶち込めるっていうだけでありがたいわけよ。3番人気、2番人気、1番人気決着。ああ全然つかねえじゃん。じゃあ、あ、絶対つかねえわ。15万ぐらいいけばいいや。そしたら頼む、15万いって。お待たせいたしました。また24倍ついてる。20.6倍ってことはちょうど15万、15万か。しまあいいでしょう、しょ次に押し込めるから。あんだよ、30万ぐらい来そうなのに。はい、次に押し込みます。15万、とりあえずこれは次に押し込みます。はい、最終レースです。このレースで100万円ぶちかますために穴狙いできました。まず、穴で注目したのが2と13、これが両方穴なんですけど、まず2は、前走、上がり最速で勝ち馬とコンマ3秒差の4着に来ているということで、前走ぐらい走れば来る可能性はある。そして13は逃げれば、相当強い、逃げた時はほぼ勝って、今回西騎手に乗り換わりなら逃げれば一発あるんじゃないということで、この2頭を重視して、軸は単純に上のクラスでも前走を3着に走ってる11番、はい、これですね。2頭軸マルチで11を軸に穴の2と13を絡めた。で、馬単を裏表で購入しました。約10万ショート。じゃあ軸はあくまで11なんだ。軸はあくまでこれ上のクラスで前走3着に来てるんで、このクラスだったら来れるという意味での11。なるほど。で、軸の2頭を穴で狙ったと、まあ、そうですね。まあおそらく半分ぐらいは100万いくと思います、うん、来ればね。はいはい。さあ100万お願いします。出遅れはやめろよ。あれ13終わったね。13後ろからや。よしよし、11はいった。クソ、13がいけんかった。いった？それ14。11はいい位置にいるわ。かぶされるのだけはやめろよ。13、全然いってねえじゃん。2よ。
だったら2。14番の位置が惜しかったな。うちで平気か。かぶされて終了とかやめてよ。待て、2番めっちゃいい位置いるよ。2番いいんじゃないこれ。11が来ないとか言っていうの本当にやめてよ。え、よしよし、11は来た。2番2、めっちゃ手応えいい。2番2、めっちゃ手応えいい。2番来るぞ、これ頭。2番逃げさせ。よしよし、来た来た来た。待て、11がいね。頼むって、3着は死守して。2頭来てんだから。うわ、最悪だよ。うわ最悪。うわ2番来てんじゃねえかよ。最悪だよ、これ終わりだぞ。うわ10だった、2からだから10と。うわこれ爆あれだぞ。おい何やってんだよ、11番。あの手応えで普通沈む。最悪。うわ2番軸で買えよかったよ。これはちょっと悔しすぎるよ。珍しくなく一番人気を軸にする。いやだってこの馬絶対来ると思ったもん。2何番人気、やばいでしょ。え2これ絶対人気ねえよ。めっちゃ最悪だわ。10番人気31番。10番人気だぞ。10万2000だね。あーこれはむなしいわ。5390円。まあちょっと2番3番5000円。ワイド、はい、お疲れ様でした。第1回は残念ながら不適中という形もありましたね。いや悔しいよ。まあでもちょっと夢は見えたけどね。いやもう俺絶対来たと思ったよあれ。ということで、まあ、今日はたまたま平日だったんで川崎にしたんですけど、今後は多分中央競馬の方が得意なんで、中央競馬もの方が多分多めにやっていく形になると思います。で中央競馬残念ながら指定席がないんで、あのボックス系のね、騒ぐと完全迷惑になっちゃうんで、多分パッド買いになると思います、中央競馬は。で大井競馬とかはコストあるんで、ちゃんと馬券買っての勝負になりますね。っていう形で、まあ今日は残念でしたけど、多分あの時間の問題だと思います。アナウンを見分ける精度は僕は自信があるんで、時間の問題だと思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい。